本日は水やり、ね、もうすぐ猛暑やから、はい、猛暑というかもう梅雨が終わるからもうすぐ猛暑で、すでに猛暑な、水やり必須の野菜、はい、水しかもあの湿ってる方がいい、うん、タッポンタッポンぐらいでも OK みたいな、そんな野菜をあの、ね、紹介したいと思います。だからあの暑くなった、ね、梅雨が明けた、乾燥した、じゃあいかんってことよね、うん。こんにちは。ガマです。岩崎です。ママです、帽子が新しくなりまして。イエーイ。まあそれはさて、はい、この服も実はね、イエーイ、新しくなりました、はい。まあまあまあそれは置いといて。今日はね、やっぱりいつまでも新しくみずみずしい野菜を作りたい。はい、そのためにはもうすぐ梅雨明け、ね、灼熱の太陽。うん、でもしっかり水をあげた方がいい野菜っていうのがあるんですよ。はい、ね、水やりはしなくていいよって私は結構適当やから言うんですけど、うん、でもやっぱりね、やった方がいいものもあるわけです、うん、ね、やった方がいいものっていうのでいろいろ今日は語ってみたいと思います、はい、まずね、青じそ、青じそさんね、青じそをわりかしほったらかしにしてるんですけど、うん、水気をしっかり持ってた方が肌にも湧かないし、綺麗な、ね、うん、柔らかい葉っぱができます。ふわっとね、ふわっとしますな、はい、うん、やっぱり木みたいになってくるからな、カチカチになってくるね、うん、でまあマルチ、まあ、夏場必須やけどね、はい、しといて水分をね逃げないようにしてあげる、うん、もう梅雨がまだ梅雨やねんけど、うん、そのうち明けるやん、はい、梅雨が明けたらもうなあ、カンカラカンカンカーンってもう灼熱のあれが出てくるわけ、はい、でも暑いのは平気やけどな、はい、暑いのは平気けど、やっぱり水分をやることによって柔らかくなる、はい、同じです。こちらもこれモロヘイヤ、はい、モロヘイヤも水が結構あった方が、乾燥させるとカチカチになるね、枝が、あ、うん、何も考えんの作ってたからいつもカチカチあって、そう、ね、最後木みたいになってて、うん、でも今年な、あの全体的にこの畑のこっち側は水気が多いんです、はい、でしかもあんなとこに池作ってしまったから、もう水浸しのとこがあるんですけど、ここら辺ね、はい、そのおかげでここ水気の多いところに今年は作ったら、うん、柔らかい、逆にいいのよ、柔らかい、俺知らんかった、はい、でな、空心菜乾燥とかで調べてみて、はい、空心菜ちゃうわ、これあの、ね、モロヘイヤ乾燥とか調べてみたら、やっぱりモロヘイヤは乾燥させない方がいいらしい、柔らかい葉っぱが取れる、うん、あれと一緒やな、あの一時俺らおかひじき作ってたやん、やってたやってた、おかひじきもすぐカチカチになるやん、先っぽしか食べられない、うん、あれ水必死にやらなかった、水やったら柔らかいのがやっぱり、うん、だから水分の含有量が増えていいんじゃない、うん、だからやっぱりね、この青じそとか、うん、このモロヘイヤね、うん、これはあの水分が多い方がいいかなと思います、はい、でちょっとね番外編として、はい、そこねバジル、ちょっともう黄色いけど、そうなんよ、はい、梅雨でバー雨降ったやん、うん、あんまり多分雨そんな強い方ではないと思うの、うん、で暑さには強いと思うのよ、はい、ところが35度の灼熱が来たやん、うん、でまた雨降ったやん、うん、雨猛暑雨大雨、豪雨、猛暑、豪雨、うん、その、あの、挟み撃ちでひっくり返りました、はい、オセロみたいに、うん、もう芽が出てちょっともうね、うん、汚くなりました、はい、ね、にょーん、ちなみにその手前の赤じそも多分青じそと同じだと思います、多分、ね、あ、うん、よいしょ、 OK、 はい、まあ、そんな感じで、はい、このモロヘイヤと青じそは水気が欲しいと思います、はい、はい、次行きましょう、水気が欲しい水やり必須野菜、はい、3つ目、はい、ナスビですね、まあ、ナスビも乾燥させたらあかんな、はい、特にうちは水ナス作ってるからな、あ、向こうの方でね、でここらもうべちゃべちゃやんか、ちょっと足元汚いけど、はい、うん、べちゃべちゃやん、はい、べちゃべちゃでも全然平気やからな、平気平気、うん、むしろその湿気出る方が、うん、やっぱりナスビも昔から日本にある野菜やから、うん、この日本の暑い夏には合ってるんやろな、はい、だからまあナスビも水はしっかり入れる、はい、あのうちの水ナスなんかでもさ、あの同じ系統のナスビは全国的にあってさ、うん、この間新潟かなんかのナスビやってたんかな、そうテレビでやってて、やっぱり夕方に毎日水ばー入れるっつって、あ、うん、そういう感じでな、うん、もう水やるというより水で埋めるって感じ、埋めるって感じ、家庭菜園でシャーッと水やるレベルじゃないと、ないね、めっちゃだから俺うちとこ一回ほらハウスで水ナス作った時さ、はい、水道代が上がって水道局から電話かかってきたよ、はいはい、大丈夫ですか、はい
漏れてませんかって。そう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 。いや、水 大量にもあげすぎてな、うん。ここは水道来てるからな、この畑。はい、まあそんな感じで、はい、3つ目はナスビ、うん。次4つ目がこいつね。こいつ里芋くんね。はい。結構スズメガちゃんにやられてボロボロやけどね。そうやね、もうでっかいがおんね、うんうん。そっち行くわ。うん。あ、ボロボロ。何？雑草がすごいやん。おお。行きたいなと思って。ほら、もう水常に溜まってるもんな。常にね。これもどうかとは思うんやけど、うん、まあでもいけんじゃない？いけるかな。うん。里芋はもう乾燥してるところよりまだマシだ。まだそうだよね。うん、こんな感じのところの方が、うん。だから あっちは水を時々入れたらなあかんねん。普通のとこやから、うんうん。あっちってまた別のとこに作ってんねん。そうね、まあ。里芋はな、やっぱな、水を、これあんまり入れすぎたらあかんのかな。そんなことないよな。そんなことないと思う。これで結構元気やからな。うん。水が作るんやろうな。全然元気だと思う。うん。過去の経験上でもやっぱり水がしっかり入ってるとこの方が、うん、しかもこれな、ま、畑の真ん中より脇の方がええのできるよね。そうやね、まあ、なんでやろうね、うん、どんな野菜でも脇のとこは肥料不足になってもう一つやねんけど、これはええねんね、脇の方が、うん、真ん中の方があんまり良くなかったりするけど、うん、まあでもとりあえずこれも水が必須です。います、います。はい、水入り野菜4つ目でした。はい、次行きましょう。だんだんさ、水気が多くてさ、あんまり来なくなるからさ、うん、雑草だらけになってる。まあ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 。恥ずかしいレベルの、はい、まあ、畑ではございますが、はい、もう水、もうウルトラ必須野菜としては空心菜ですね。ですな。英語が、water spinach。はい。持てる？うん。水のほうれん草っていうんですね、英語では。ほうれん草ね。うん、まあ、ほうれん草は、そこは食いつくとこじゃない。はい。ウォーターの部分。ウォーター。water。はい、ウォーラー、どれがええんか分からへんけど、ウォータースピナッチ、はい、ね、まあ、水ってめっちゃ強い、はい、ほんま強いよな。強い。もう水の上に放ていくもんな。そう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 、うん、これ問題のこの池、問題の池、池というか大丈夫かこれ、大丈夫かこれ、まあええわ。まあせやけどあれやな、全然関係ないけどさ、こうやって一列ずつもの作ってさ、うん、昔はこんな綺麗によう作らんかったな。確かにね。だいぶ上手になったな。そうだね、腕上げたね。うん、やると思った。両腕上げたよ。うん、いや、まあいいや、ええか。うん、もうハウスはな、ちょっとな、もう手に負えんからさ、掘ってあるけどさ。土自体がな。うん。外でもさ、まあ、ところどころでな、ヘッポコこいでキュウリなんかでもボコボコになってるけどさ、ね、まあそれなりに収穫体験とか今日来てくれてな、ね、めっちゃ喜んでたもんな。すごい楽しんでたかな。 また来ます言ってくれてな、うん、嬉しいよね、そういうの ね、うん、ああここで結局何種類割ってんねん。キュウリ、ゴーヤ、クくら、トウモロコシ割ってたな、はい、で、甘長で、その前はズッキーニ、はい、ズッキーニだけやったっけ、ね、そうだね、半列空いてるけどね。ズッキーニ、あ、インゲン、インゲンで、バジル、はい、青じそ、赤じそ、はい、モロヘイヤ、ナスビ、水ナス、これとこれ、これ15種類やん、もうすでに、やっぱりな。で、あ、今からあっちに行くんやけど、水やり必要野菜もう一個あんねん。はい、もう一個ある、あっち、あれ、あれあるね、はい、みょうが、みょうが、うん、みょうがほったらかしてんねんけどな、うん、でも結構種類あるもんな、ね、うん、向こうにかぼちゃもあるしな、中にミニトマトもあるしな、そう、ね、前はじゃがいももあったしな、そうだ、ね、もうちょっとさっくり出てくるしな、できるしな、なんかすげえな、やるな、で、あのな、レモンは紙切りにやられて死んでるやろ、はい、その周りにな、自然薯がつる張ってるやん、はい、あれ芋じゃなくてあれムカゴ取りにさ行こうかなので、いいね、あれムカゴできると思うな、うん、芋に栄養があんまりいってなかったつるは結構ムカゴできるから、ムカゴできる、うんうん、まあまあそれは置いといて、はい、じゃあミョウガ行こうか、ミョウガ入っちゃった、雑草だらけよ。これミョウガな、この葉っぱ、うん、これがミョウガ、仕掛けがもうこの辺張り巡らされててさ、うん、あ、ミョウガあるある、あるあるよ、ほらあれ、ま、見て見て、あれあれ、え、どこ、ちょっと待って、
ほら、あれ。なんじゃなんじゃ。ほら、これ。あ、この花？花。黄色いやつ。うん、ちょっと、撮ってみようか。うん、撮って。よいしょ。ほら。おー、ほら。すごい。この軸も食えるからな。あ、そうなの？花抜いて漬物のぬか床突っ込んどけばいい。オッケー。うん、もうないかな。やったよ。うん。みょうがが映りました。やったね。ね、決定的瞬間。すごいね。うん。なんか雲の素敵な日本が なんじゃそんな近づかないでなんじゃなんアップに耐えれない俺は止まったろうかもうないかもうないかこれはほんまな日陰でな、うん、ジメジメしたとこでないとあかんからな、うん、まあ、俺ら水やりなんかせえへんけどせえへん、まあ、もう基本このジメジメっとしたとこやんか、はい、この栗の木の完全にしたやしな一個しかないわちっちゃい通りうんん何何もない。それが言ったちっちゃい栗ができてる。あ、そう、ちっちゃい栗いっぱい落ちてんだよ。うん。栗はな、まだ2ヶ月ぐらいかかるけどな。ね、まあ、そんな感じで、ちょっとみょうが取れましたけど。みょうが、去年猛暑で全然取れんかったからな。全然やったよ。で、ここ混んでくるとみょうがって花つなくなんないか。ほう。で、毎年、まあ、掘り起こして植え替えるのがええんやろうけど、もうめんどくさいからトラクターでガー走んねん。ガーってほんでぐちゃぐちゃだれや、うん。ほんで、また出てくんねん。そういうやり方を今年はでも肥料も何もやってないからなそうね、うん、いるんかあ、ほらいるんじゃん、うん、雑草だらけやろもうほんまないなないかうわ、なんじゃ何最近うわ、ブーなんやって言ったらもうカメムシが多いカメムシやったらそんなないなないか奇跡の一個やな、それあ、やばい、イノシシ入ってくるわああ、どうするかなよいしょ、これだってねはいだから、まあ、ミョウガも結構水がいいんだよな、ね、で、最後番外編一個行こうかはい野菜じゃないんやけどねちょっと工場の横なんでうるさいですけど、はい、これね、ブルーベリーはい映るこっちがこれがいいうん映ってるうん映ってるってうんブルーベリーねこんな感じこれ毎日水やりしてくれてるんですこの鉢にね熟成のね、はい、あの方がはいここだけやけどねはいこの間鳥入ってってな大騒ぎやってんな、うん、ちょっとねこの赤いネットだけしてたらさ入んねんなこの赤いネットなこの奥なそうほんでその上からこの暴風ネットとか寒冷差かけないかけたんやけどまだどっかから入ってるまだ入ってくるなで、俺も腹立つからその鳥やつけたやん、うん、バーンバーンってバーンその時の動画も撮ったんやけど多分それアップしたらあの大炎上でそれはちょっとなるからまあでもな鳥もな悪いことするやつはやっつけるやんか、はい、でカラスは鳥の死骸をなカラスの死骸を置いとくとその鳥がもう来なくなるって言うやん、はい、カラスが言う、まあ、そこに置いたんだけどやっつけた鳥を、はい、こうやって乗せたんでこうへんようだったなやっぱりなこれイソヒヨドリっていう鳥らしいわ、はい、あのイソヒヨドリってなんでイソヒヨドリっていうかというと初め海で見つかったかなかな知らんけど、うん、でももう別に海だけじゃないね、うん、山にも住むね、うん、でどんどんこの辺にも広がってきてる鳥みたいやけどな、はい、もうハウスの中でも飛んでるわけよ、ね、入ってきて腹立つから水でバーかけてさ追い出すんやけどさもう大騒ぎよねちょっとうるさいけどはい、うん最後ね、はいこのトウモロコシおうトウモロコシもやっぱ乾燥弱いらしいねここらほら奥乾燥しまくってるからさちっちゃいやろもう全然あかんやろ、うんうん、穂は出るけどさオスの穂は出るけどまあメスもついてるけどな奥の方なんかメスついてないからなあそうだね乾燥、まあ、肥料不足になるとそうなるんやらしいんだけど、うん、乾燥するとやっぱり肥料吸えないんじゃないここらはまだ端っこやからな、これな、うん、水気あるからな、うん、マルチしてるからさ、一回、雨降ったらばー、間入ってくるけどさ、うん、それで水気持ってるけど、奥の方はもう乾燥しまくりやからな、全然ね、うん、ちょっと厳しいかもしれませんね、はいうん、ハウスで、まあ、作ってみたいけど、はいまあ、これはこれで、緑肥としてやる感じかなと思ってたんで、うん、まあいいかなと思ってんねんけど、まあ、なかなかな、その、はい、植物によってさ、乾燥が好きな野菜とさ、うん乾燥が嫌いな野菜というかがあるからな、うん、そうやねもうちょっともう枯れてるけどミニトマトとかな、うん、あとスイカもわりかし乾燥に強いらしいねああそうなんや、うん、だからこの
あの辺は乾燥に強いけど、ここらは乾燥に弱いからな、うん、そういうのも考慮にな入れてな、ただ、うん、逆にジメジメになりすぎたら病気になるとか、まあ難しいもんやで、難しいな頃合いがな、うん、まあその辺の頃合いをどう見るか、はい、やっぱハウスの中暑いな、暑いな、暑いわ、ワーンってしてるわ、ほんまもう今日はあの収穫体験の人がミニトマト取ってたけどさ、はい、やっぱり暑い中でもミニトマト取るのは必死になるんだね、そら必死になるよ、うん、俺が横からグーって取ってパッて入れたったら、いや取ってた、うん、強敵、いや強力な助っ人が現れた、助っ人まあそんな感じだな、はい、うん、だから おさらいすると、はい、うちでな、わりかしその水気に強い、水やりした方がいい野菜としては青じそ、モロヘイヤ、ナスビ、里芋、空心菜、みょうがで、まあ、番外編ブロッコリーちゃんはブルーベリーやで最後トウモロコシ、はい、8000やな、イエイ、水やりした方がいい野菜8000、はい、まあ、他にもあると思うけどね、うん、ただ俺はあの自分が栽培してるものの中でとりあえず言ってみました、はい、栽培してないあの生姜もわりかし水いると思うね、多分あそうだね、うん、一緒やから、これも生姜かやから、うん、そうだね、あまた1個増えた、あら相変わらずにあとはあの、まあ、オクラも水気はなかったらあかんよね、まうん、でもありすぎてもあかんような気もするけど、ね、まあでもべちゃべちゃどうでも育つけど、うんうん、まあ、雑な野菜と繊細な野菜っていう感じかもしれない、はい、雑な私が言うんです、で間違いない、はい、まあ、今日はそんな感じで、はい、まあ、あとあれやな、乾燥、今度乾燥に強い野菜やろうか、はい、まあ、じゃがいもとかさつまいもとか自然薯とか芋系はそうやな、そうやな、里芋は違うけどな、うん、そんな感じですね。よい、はい、じゃあ今日はこれで終わりましょうか。おしまいでございます。お漬物にします。それでは皆さん、さようなら。